皆さんこんにちは。今回は国内機内手荷物についてご紹介します。 Hi everyone, I will introduce my carry-on bag for domestic flight. もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。 If you like it, please thumbs up. Thank you. これはいつも使っているネックピローです。無印良品のものでとても柔らかく、いろいろな角度に固定できるので、バッグの中にも収納できて国内旅行でも便利です。今回は秋ということもあって秋用のストールを持っていきました。国内旅行ですとブランケットがないこともあるので、ストールは仕掛け用にも使えます。次にニット帽やメガネなども持っていきました。機内では乾燥するのでコンタクトをつけずメガネをかけています。このポーチには電子機器類などを入れています。それから携帯やサングラスなども入れています。それからメイクポーチです。メイクポーチの中身については前回の動画でご紹介しているので、そちらをご覧ください。機内ではお腹が空くので、あまりカロリーが高くないものを持っていきます。それから私は忘れてはいけないのが気圧調整の耳栓です。腕時計やヘアゴム、折りたたみ傘、常備薬などを持っていきます。最後にヘッドフォンです。いかがだったでしょうか。ご覧いただきましてありがとうございます。 Thank you for watching.